ウマ娘のバストは86が一番ドリーム数値という結果が出ましたに対するみんなの反応集。日々悩み続けた結果最も限りなく正解に近いバストの大きさは86という結論に達しました。わかりましたい。ちなみにブルボンも 86? 86にしてはデカすぎる。全員逆サバしてそう。年頃の女の子だし普通は逆サバするよな。デカ丸い分水嶺、いわば2400メートル中距離と2401メートル長距離のような。ウマ娘って85と86の間に一つの壁がある気がする。汎用衣装の時85の綾部さんが並モデルで86のトプロが大モデルだから合ってる。ちょうどいい具合のが多いな。シティサってこんなおパイあったんだ。ラインクラフトにこのバストサイズつけた人はマジのエマル野郎だと思う。ありがとう。稲荷とクラフトが同じサイズ。嘘だ、僕を騙そうとしてる。この画像だけで見てもマーちゃんだけ一回りサイズが違いすぎない？マーちゃんは背が小さいからその分相対的なデカさが大きい。マーちゃんは下半身がムチムチ、たる前は全身がムチムチ。うおってっか、という気持ちも素晴らしいが意外といいものをお持ちで、という気持ちもまた捨てがたい魅力がある。たる前は BWH 全部5センチずつサバ読んでるのが定説。アイドルなら体をもっと絞れよ。いや今のままでいいか。たる前はやっぱ太いよな。トランはこのデカ丸いが最後の一押しになって引かされた。Cカップだっけ最も限りなく正解に近いの。何度見ても稲荷の数値がヤバすぎる。主人公キャラのおパイとしては NTR はだいぶ理想っぱいだと思うパイ。応援するさ、お前さんがデカパイだからのところいいシーンなのにデカパイで集中できなかったよ。アニメでも視聴がすごいとプロっぱい。NTR は1コマでネタにされる程度には馬体の仕上がりに定評があったからな。なんというかスレ側脱いだ瞬間にタユン。ってよりバルーン。ってなりそう。特にトプロ。86は会長以外全員エマルチ。会長も周りがデカすぎるだけでだいぶあるんだよな。女帝やブライアンがデカすぎる。B86 以上は実質プラス10センチ下見た目になってると思う。何度もマーちゃん育成してる俺が言うけどこいつは絶対90ある人を騙す悪魔がよ。トプロっぽいでっか、と思ってたけど綾部さんもほぼ同じなのか。ふむ。綾部さんもトプロとほぼ同じ数値なのに巨丸なイメージがあまりない。見事なまでにドス丸べなキャラが揃っている奇跡の数値。トランよく見たら DKPI だね。最近メガネ作った？見方。会長は性癖がわかりやすすぎる。ファルコンさんあと7センチです。この流れからヒシミラクルとラインクラフトが85なの何か騙されたような感覚になる。ウマ娘の場合は腰とか絞ってるから B86 でこんなでかく見えるのもあるんだろうな。ネガティブ。君は9と7じゃなかったのかい？アファーマティブ。だからこそ、この観測結果には、アグリーできない、アブソリュートな ANSWR97 だよ。会長がデカパイのイメージないのタッパのせいかな。周りにもっとでっけえのはべらせてるから、会長はあの固有発動するときの美脚がええねん。なんと、距離をバストサイズに例えるとは。これだと短距離が3人いても巨丸にはならないですねトレーナーさん。トプロはロケットすぎて数値以上に自己主張が激しい。ゼファーとかトプロとか85、86の娘たちはライブでも揺れの差がいろいろあって楽しい。でもこいつらより85の稲荷、ゼファーのがでかいんよな。身長込みで稲荷とマーちゃんが突出してるのは知っていたが、ゼファーが身長とウエスト差かっこ85-52の2段構えでヤバすぎる。このバストで尻もでっかいブルボンやキタちゃんいいよね。お得だね。NTR パイは不読んでなくポヨンとしそう。生涯で一度しか触れなかったがあの感触は、実にいいものだ。個人的に86の次は92でワンランク上がるイメージなんだけど、馬は90に到達すると急に理性が働くのか人数減るんだよな。アプリ始まってから追加されたのはでかく見えても80後半だったもんな。最近はジェンテルとダンツでその理性が少しずつ壊れてきてるからこの調子で完全にぶっ壊れることを期待している。身長による印象の差はしゃあない。お嬢とシャカールだって数値は一緒かっこ77だけど見た目のサイズ感は違うしな。でかいじゃないでかそう、と感じさせる数字が85や86からなんだ。つまりロマンだ。つまりシティさのモラレ気味なファンアートの方が正解だった可能性がビレブン。モデルの仕事の邪魔だからもうちょっと小さくてもいいと思ってるのに意に反してややデカめのものをぶら下げてるシティさいいべ。トランの DKPI も見しだきながら馬乗り逆ぴょいされてパパにされたい。ところでトレちゃん、馬乗りってどういう意味？スペちゃんもそうなんだけど、DKPI 馬娘の水着姿は数字以上にデカく見えるし、数字以上に揺れるし、数字以上にドスケベな気がする。ブルボンはウエストとヒップの差がヤバい。会長とトプロ同じ B86 だったの。印象違いすぎたわ。
鶴ちゃんも病弱なのに英知な体つきしてるんだな。半身馬娘そうですわね。鈴鹿様でも私の方が大きいですよ。この淀みないサラサラの嘘はまさに縦板に水がごとし、何をとは言わないが、ハムカッコ86っとできるか田舎の分水嶺といったところか。僕はね、一生懸命走った後に前鏡で息を整えている鈴鹿さんの服の隙間からちらっと見える胸が大好きなんだ。なくてもいいけど、ちょっとはあった方が。稲荷子の身長であのバストはもう存在が犯罪だろ。数値的にはもう二回りくらい大きい設定の方がロマンはある。トプロパイに脳焼かれてる人が多すぎる問題。やはり86という数字には何かあるんだろうな。86族は個性も豊かでいいですね。右上と左下は絶対逆サバ折ってる。なんかルドルフの個性薄くね。ってなる。会長同じなのが意外。他はちゃんと胸でかいモデルだし。会長はおそらく全体的にバランスが取れたがたいの良さでパイが言うほど主張しないタイプ。逆サバしてる子半分くらいいるだろこれ。会長意外してそうな大きさなんだよな。数値だけならほぼトプちゃんなのである。エマルか？トランセンドはタッパもでかいぞ。なんならケツもでかいぞ。タルマエと同じなんか。急に興奮してきた。タルマエ絶対逆サバだから参考にならん。待って、一気にエマルチに見えてきた。やばい。身長164センチ、体重機密事項3サイズ B86W57H84。 胸はもう少し小さくていいから尻を持ってほしい。この3サイズならウエスト60あってもいい。ほぼ会長の3サイズじゃん。 D165B86W59H85 だからな。ただ胸のモデリングは会長よりワンサイズ上になるかもしれん。確か会長がギリギリ普通サイズ当てがわれてたはずだし。歳月ってウエスト細くするの好きなん？ここ最近は3サイズ担当が性癖出しすぎてたと思ったらの噂だぞ。そうか？相対的にしっかりしたウエストで安心するんだが。ビブロスは普通に心配になるレベル。ビブチはちゃんとストーリーで細すぎることについて言及してたし、まだ許せる。デアリングハートもやばいぞ。会長はウエストがでかいからゲーム内モデルだと不丸サイズになってる。イラストとかだと普通にでかい。でもリアルの86は会長の 3D モデルくらいだから、なんかもう会長以外全員逆サバだと思ってるわ。馬娘の公式イラストは誰彼構わず盛りがちだし。スティルインラブとかウエスト細すぎて B72 にもかかわらずまな板モデルじゃない可能性が高いからな。ふーん、H じゃん。まーちゃん86は絶対逆サバ読んでるでしょ。まーちゃんが B86 とか疑う。もっと大きいはずなんよね。トランセンドと同じとは思えない。身長がトランセンドの方がかなりでかいのもあるんだろうけど。ロコドルとしてはグラディア路線に行き過ぎないよう過小申告するくらいがいい。マスコットとしては刺激的すぎるので過小申告するくらいがちょうどいい。身長が10センチ違って同じバストだし、これくらいはあるんでねえのか。85と86の間には明確な差があるよな。ちなみにトランセンドはバスト例外処理族なんだっけ。バスト例外処理族。トランセンドはバストウエストの差が30届いてないけど、今日モデルということはトランセンドは公式3サイズ逆サバ娘ということか。あー、いけません。エマルチすぎます。魚丸か田舎はバストサイズ以上にカップサイズによる。ルドルフがタルマエマーちゃんと同じ B ってマジ。身長や体型の差もあるとはいえ、馬娘の3サイズは公式設定に惑わされず自分の目で見たデカさを信じるようにしてんだ。それでは今回の動画はここまで。ちなみに馬娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから、興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。